はい、どうもこんばんは、パクチーです。今日はね、最終日ということでね、今年1年を振り返って、まあ、反省点だったり、まあ、来年やりたいことだったりをね、ちょっと話していきたいなと思います。まずはね、じゃあその前に、はい、乾杯。まあ、今年ね、まあ、コラボしたりとか、まあ、イベントはねちょっと少なかったですね。イベントをだいぶ減らしてしまったんで、ちょっとね個人的にそこがね、まあ皆さん、まあ、ドラクエね、ご視聴いただいている方とか、ちょっと物足りないんじゃないかなと。あとエンドコンテンツとかね、ちょっと今年少なかったんじゃねえのっていうイメージはありますよね。まあ、パクチーもそんな感じしてました。正直ね、いや逃げてた、だいぶ逃げてましたね。今年はもう本当にエンドコンテンツ逃げました。なんでかって言ったらサソリ4が入ってからね、いやーマジでね、本当最初楽しかったんだけど、途中からねだいぶ苦行になってきまして、それがねだいぶ辛いなと思いました。まあ、ドラクエ10に関して、あとはね、まあ、料理はねいつも通り作って、バトステだったりね、ヒールカルボナーラとかね、そんな感じでしたけど、まあ、皆さんのおかげでね料理もたくさん、作ることできましたんで、ありがとうございました。あとはね今年振り返って、まずじゃあこちらから確認していきましょう。まずチャンネル登録者数が今現時点12月31日に696人と、でこちら1年でまあ大体105人増えましたと。1年で105人、大体100日で、100日じゃないね、3日に1人ぐらい増えるペース、3日に1人ぐらいね、3日に1人ぐらい増えるペースですね。どうもありがとうございます。はい、こんな感じでね、地道にちょこっとちょこっとずつやっております。総再生時間はね、まあ自分がねちょっとね放送少なかったっていうのもありますけど、まあ皆さんねありがとうございますと。はい、それとね振り返って、まあ今年はねいろいろ、まあ、いただき物もしまして、今回ね最後にいただいたものこちら、岩手の方からね、岩手の方からいただいたこちら、はい、ヨーグリッチ、これ美味しそうですよね。ちょっといただきましょう。はい、これ開けさせていただきました。はい、ヨーグリッチね、匂い嗅ぎます。あ、だいぶヨーグルト、ちょっとだいぶヨーグルトっていう意味が分かんないけどね、うち。あ、だいぶドロドロしてますね。これちゃんと振らないとダメなやつ、これちゃんと振らないとダメなやつですね。じゃあいただきます。ん、これヨーグルトにやっぱ若干あれで、お酒だね、お酒、甘いお酒でもすごいうまい。これねジャム入れても美味しいかもしれない、このヨーグリッチってお酒は。うん、めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまです。これちょっとまた後でね、いただきましょう。ということでね、まあ今年の反省点としては、まあイベントやらなすぎたっていうね、ドラクエに関してはイベントですね。来年はもう少しね、あの釣りイベント、まあ自分で釣りイベントやったりとかしていかないと、ちょっとどんどん離れてっちゃうね。ほんと申し訳ないですね、本当に。料理イベントも全然やんなかったしね。あとはまあ今年はねいろいろありましたね、その、まあ、視聴者さんと揉めたわけじゃないですけど、まあそういうのもありましたんでね、来年もまあみんなでわちゃわちゃやりたいなと思います。で、最近で言ったらポケモンですか。ポケモンだいぶハマりましたね。ポケモンね、後半ポケモンでだいぶ、まあ、盛り返したわけではないんですけど、ポケモンをねだいぶハマりまして、色違いだったり図鑑完成させたりとかね、こちらもね、まあ、今後また放送でね、いろいろお見せできたらなと思います。あとはショート動画をね今年は結構上げたんじゃないかなと思いました。ショート動画、ドラクエウォークのすぐ引く方ですとか、あとはモンストのオーブガチャとかね、そういうやつをね結構上げたと思います。だからこれはね来年も継続してねやっていきたいなと思っております。じゃあもう一杯ちょっといただいちゃおうかな。だいぶあったかくなってきましたけどね。はい、まあそんな感じで、まあ、収益化、ここは大丈夫なのかな、まあ、690、ここだけね達成してないんで、ここだけまあ達成すれば、あとなんとか皆さんにね、ここだけって下が映ってない、下が映ってない、こういう風になってるんですよ。これがねちょっと足りないんですね。はい、では来年もねこれを目指して、これを目指すわけじゃないんですけど、あの、まあ、目標は2000人なんでね、2000人を目指してね来年も、まあ、ぬくぬく頑張っていきたいなと思います。はい、いやー多分ね皆様ね不満なこともあると思うんですよ。パクチーもうちょっとこれやれよあれやれよとか、途中で投げ捨てちゃったゲームとかありましたけど、まあゲームに関してはでも今年はちゃんと夜回りも最後まで行きましたし、まあスプラトゥーンはね途中でぶん投げたわけじゃないんですけど、まあ途中まではしっかりやりました。でやってないゲームがね、まだありまして、こちらのねゲームもまだ1回もやってないんでね、こちらはそのうちやりたいと思います。そのうちね、まあドラクエ10、うちは基本ドラクエ10がね
メインなので、一応ね、メイン、一応じゃないか、一応メインだよね。最近ポケモンに逃げてますけど、まあ、メインなんでね、まあ、ドラクエ他の動画ね、こう見ていただいている方、ぜひドラクエ10のね、生放送もご視聴いただければなと。ちょっとおこがましいようで申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。まあ、頑張るから、頑張りますから、来年も頑張りますからね。まあそんな感じで、長々と言っても仕方ないんで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、良いお年を。あー